ワクワクしていたのを覚えています。英語はうまく話せることはできなかったのですが、身振り手振りなどをしてたくさん関係ションを取ることができました。本当に貴重な経験をさせていただきました。次にお送りいたします曲はオーストラリアでも演奏した曲、Shake It Off です。とっても有名な曲なので皆さん一度は聴いたことがあるのではないでしょうか。可愛いダンサーたちにもご注目してお聴きください。それではどうぞ。Thank you.
ごく盛り上がりましたね。ここで先ほどお話をしたオーストラリア遠征での楽しかった思い出についてインタビューをしていきたいと思います。オーボエパート、クラリネットパート、まずはじめにオーストラリア遠征での一番の思い出を教えてください。現地の高校生の方との一緒に練習したりとか、その夜にピザを食べたんですけど、その時それが一番楽しかったです。私は自由時間に食べたストロベリーパンケーキがとても美味しかったです。最後に日本とここ違うなって思ったところ、どんなとこでしたか？オーストラリアの方はみんなすっごく明るくて、私たちが2日目に演奏会をしたんですけど、すごい私たちの演奏をした後に立ってすごい拍手して歓声を上げてくれて、本当に明るくてすごく楽しくて、もうすごいいい、オーストラリアの方本当好き、素敵だなと思いました。春休みに行ったのですが、日本と違ってオーストラリアは、夏だったのでとても暑かったでした。なので暑かったでした暑かったです、なので、冬服で行ったのですが、とても冬服で行ったので、とても汗をかいたのですが、乾燥していてカラカラしていたのでとても過ごしやすかったです。ありがとうございました。たくさん楽しかったお話を聞けたところで最後の曲へ参りたいと思います。最後にお送りいたします曲は高輪台のお箱ラテンスペシャル21です。本日はエルクインバンチロ、闘牛士のマンボ、コパカバーナ、風になりたいの超豪華4曲バージョンでお送りいたします。ブラジルのサンバ、闘牛士の華麗な舞、にぎやかなコパカバーナ、皆さんと歌いたい、踊りたい、盛り上がりたい、皆さんをラテンの世界へお連れします。それではいっしょ。
4月になりまして、こちらの方も毎年のように
な形で出てるんですけども、高輪台高校のですね、フレッシュな1年生たちが入ってきまして、ね、この後、まあ、何人かと見に来てくれましたけど、今大体100人ぐらいで、ね、やってるんですけど、まあ、おそらく60人ぐらい入ってくるんじゃないかなと思ってますけど、ね、160人という大勢でまたやっていきたいなと思ってますので、ぜひ応援の方またよろしくお願いします。ありがとうございます。僕のお父さんとかお母さんに声かけてもらってね、先生頑張ってねって言ってね、本当に嬉しい、おじいちゃんおばちゃんありがとうございますもうね、元気出ます。はい、それではアンコール、一応ですね、2曲ぐらい、2曲 ?3 曲 ?2 曲用意していただいたんで、1曲目終わっても帰らないんですよね。はい、じゃあまず1曲目、宝島っていうね、曲やりたいと思います。で、せっかくなのでね、皆さんにも手拍子で参加してもらいたいと思ってるんですね。僕から見て、こちら側の皆さん、ね、高輪台チーム、高輪台っていうふうに、一緒に手拍子を、高輪台ってやってもらいたいです。ちょっと練習してみましょう。1、2、3、4。大丈夫ですか、おじいちゃんおばあちゃん、ついてこいでますか、大丈夫ですか。いや、いいんですよ、何でも何でも楽しくやってもらったら。ね、はい、大丈夫です。はい、OK だけね、練習しましょう。ワン、ツー、スリー。はい、大丈夫。もうバッチリバッチリです。疲れたら休んでいいですからね。はい、はい。じゃあ、こちら側の皆さんじゃね、せっかく今日ね、高松さくらフェスティバルですから、高松チームでいきましょう。高松っていうふうに手拍子してください。練習しましょう。ワン、ツー、スリThank you.
なんかね、オーストラリア行った時もね、あの宝島って実は日本の作曲家の方が作った曲なんで、向こうの方あんまりご存じないんですけど、これはとってもね、やっぱ盛り上がるんですね。あの皆さんにもたくさんアテビューしていただいて本当にありがとうございました。はい、ではですね、2曲目はあのアルセナールっていうね、マーチをやりたいと思います。先ほどもね、パレードをあのやらせていただきました。実は明日も僕らパレードに参加する予定で、品川駅の港南口の方で、パレードに出ます。明日の、高輪警察署でしたっけね、高輪警察ですか、はい、の方からご依頼がありまして、10時45分からなんかファンファーレ、それでね、春菜愛さんってご存知ですかね、あの、はい、面白い人、はい、うん、ね、あの一日署長をされるそうで、で春菜愛さんってちょっと一緒にファンファーレ、彼女が一緒にやればいいんですけど、まあ、いて、で11時半ぐらいからあの辺りをまあパレードするってことなので、もしあのちょっと天気はちょっと心配なんですけど、あの、ね、皆さんぜひもしよかったらおいてください。はい、ね、ね、たくさん本当にいつもあのうちの生徒が可愛がっていてありがとうございます。ぜひですね、あの学校の方、まあ、なかなかちょっとね、学校の方なかなかいつ入ればいいのと思われるかもしれませんけど、まあ、文化祭とか、ね、そういったこともありますし、あとあの吹奏楽の方はたくさん演奏会やりますので、あのもしよかったらまた足を運んでいただいて、でもしですね、あのこういった中で一緒にうちの、ね、孫お孫さんとか、ね、うちの娘息子、実は僕も娘が、ね、いて、あの今いないんですよ、もう卒業しちゃったんですけど、一緒にやったりなんかしてとっても楽しいんですよ、ね、でなんと、まあ、中高、ね、まあ、ここだけでももちろん大丈夫ですけど通ったらですね、なんと東海大学に行けちゃうっていうね、すごい学校ですから、はい、ね、3年間6年間ね、中学校から6年間、ね、こうやって部活動と勉強を一生懸命頑張って、ね、将来は東海大学で活躍してもらってね、日本を担う人材になってもらえたらなと思いながらいつも一緒にやってます。もしよかったらまた学校の方にもおいでください。では最後にマーチアルセナールやって終わりたいと思います。今日はありがとうございました。Thank you.
皆様いかがだったでしょうか。さすが日本一の実力を誇ります東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部の皆さんに今一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。